はい、こんにちは、栃木のたけし農場です。ちょっと緊急動画配信です。で、どういう内容かっていうと、ニラの冬季の株分けですね、はやらないでくださいっていう動画です。で、私もね、 YouTube で、ちょこちょこ、他 の農家さん、YouTuber の方のね動画見てるんですが、冬のニラの株の休眠中に株分けをしましょうっていう動画見かけたんで、これやっちゃまずいよねっていうことで緊急で、動画にしました。で、あの関東よりも暖かい地域、要はね、冬でも凍らないような、例えば、関東で言えば、千葉県の房総半島とか、神奈川県の三浦半島、ああいう暖かい地域ね、氷点下にならない地域はやっても大丈夫なんですが、それよりも寒い地域は、いくら休眠中でもね、冬場に株をバラバラにしてしまいますとニラ弱っちゃいます。ですから、まあ多分こういう状態、これがね、今関東の栃木県のね、露地の状態なんですけど、こういう状態で、これ完全に休眠に入ってます。休眠に入ってるんですが、こういう状態で株を掘り起こして一本一本バラバラにしちゃいますと、ニラ弱っちゃいます。ですから、この株をそっくりね、一株抜いて別のところへ植え替えるのはね、植え替えはいいと思うんですけど、株分け、バラバラにして分けちゃいますと、ニラ弱っちゃいますんでね、それはやめてください。暖かい地域は可能ですが、やはり氷点下になるような地域はこれやっちゃうとニラ確実に弱ります。まあそういうことでね、あの動画を見て、じゃあやろうかななんていうね、思ってやっちゃって失敗しちゃうとちょっとまずいんで、ちょっと動画にしました。ですから、3月入ってね、氷が張らなくなる栃木県ですと、多分3月中旬以降、その頃になると、ニラのね、ニラのこういうね、新しい芽がこの中から出てきますんでね、ニラがちょっと動き始まれば OK です。ですが、完全に休眠状態で株分けはやらないでください。株の移動は可能だと思います。はい、そういうことでね、緊急の動画を作りました。お付き合いありがとうございました。